ください。はい、広田めぐみさんで瞳の中の永遠です。すごい歌うまかったですね、本当に本当歌うまかった、すごいいい歌でした。でね、全然関係ない話なんだけどね、よく業界の人にね、どうまみちゃん最近の調子はなんてね聞かれるんだけど、ここはどうじゃなくて肩なんだよ、肩じゃコマーシャルです。バザールでござる、バザールでござる、 NEC のお店に行くでござる、トーキーでござるが当たるでござる、いやバナナだ、でも寄り道はいけないでござる、でも目の前のものには弱いでござる、バザールでござる。風を切る男、中野光栄一。風だ、髪が風を欲しがっている、感じる、髪は人を語る、アートネイチャー。バック
俺はついにヴィーナスのお告げを聞いたぞ。3倍も標準ももっと綺麗になりました。ビクターの V1 誕生ね。綺麗だアポロ。ビデオはビクター。コク深い日本車が始まる。これが次のベーシック。三菱ランサー誕生。朝もおはようからラブリンリン、僕とバイトはラブリンラブリン、今日も明日も明後日もラブラブリン旅よ。バイト好き好き From A ニン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 カー。そういうこと言うと母ちゃんになっちゃうぞ。受かってか受かってか。さあ続いてはがきなんですけれどもね、読みますね。こんばんは、まみちゃん、PP ガールズの皆さん、こんばんは。私は最近大好きな彼に振られてしまったんです。その彼っていうのが何を隠そうヤギちゃんに似ていたのです。と言っても彼はミスターレディではありません。私と彼が別れる原因は2人の人相で占ってもらったところ、争いの相が出ていると言われ、その通りになってしまったのです。私はヤギちゃんの顔は大好きですが、私とは争いの相性ということになるんでしょうか。私は今でも彼を愛しています。どうしたら彼との愛を取り戻すことができるでしょうか。ペンネームヤギちゃん命のアコさん。嘘だ、私に。彼なんですけれどもね、人相を占ったことある？みんな。そうなの、ね、人相を占う人って珍しいと思うよ、若くて。これふざけないでね、私真面目に答えてあげたいと思うんだけどね、これはね、あのね、私思うんだけどね、占いのそういう相性とかね、人相なんて特にだけどね、あの年が経つにつれて変わっていくもんなんだから、うん、手相だってそうでしょ。手相もどんどん日に日に変わるでしょ。だからね、あのね、こうなりたいと思う方にね、相性とかね、人相っていうのは近づけられるんだから、そういうことでね、争ったから、あ、占い通りだと思って別れちゃうのはすごく子供のやることだと思います。これから頑張れればね、頑張れば運勢なんか変わるんだからね、もう一回好きだったらね、ちゃんと言ってみた方がいいと思います。はい、ということでこのハガキはいいですね、ちゃんと分かりましたか。ということでですね、今週続いてのとっておきのアーティストはですね、はい、誰の紹介、みずいちゃんですね。はい、正統派ロックバンドベイビーズブレスをご紹介いたします。はい、なんでここに今ちょっとかすみ添えてみたんですけど、何だか分かりますか。私分かるもんね。ベイビーズブレスってかすみ添のことなんだよ。なんで分かったの。台本で読んだ。ずるい。はい、このベイビーズブレスなんですけれども、ボーカルの宮原学さん、うん、ソロ活動してましたよね。そうですね。で、一時ちょっと病気で休業してたんですけれども、今度再デビューする際にバンドを結成してデビューしたんですよ。それがベイビーズブレスなんですけど、私ね、ベイビーズブレスってちょっとお友達なんです。あ、そうなんですか。ね、どうでもいいけど、そこのかすみさん、えらい臭くない。そうなの、私もこれたまらんよ。なんか、辛抱たまらん。え、どなたともお友達なんですか。うんとね、うん、コレちゃん。コレちゃんギタリストの人。そうなんですか。見てますか、コレちゃん。あと、宮原学さんもね、うん、知ってるよ。あ、そうなん。一緒に飲んだことが。なんかあと元レベッカの方とかが。そうそう。ね。いて。いいね。すごいいいですよね。で、今日ご紹介するこの三号時段って曲なんですけれども、なんかこう目を閉じて聞いてると、なんか目の前に広大な草原が広がって、なんか そこに夕日が沈むみたいな、すごいなんか優しい気持ちになれるような曲なんですよ。うん、なんかこう仕事詰まっちゃったりとか、なんか心がこう殺伐として、なんかこう余裕がなくなっちゃった時なんかには、まあ、これを聞いてなんかしっとりしたいなっていう感じの曲なんですよね。そうですよね。すごい臭い。けどね、私ね、ベイビーズブレス初めて見た時にね、なんか男の人だけのバンドでさ、うん、すごくね、あ、かっこいいなと思ったの。すんごいかっこよかったの。なんか男だけって割とこううさんくさいっていうかさ、やぼったくなっちゃったりするけどね、すごいかっこいいバンドだった。なんか初めて見た時の第一印象ね。そうですよね、うん、ね、うん、そう。で、12月の12日にアルバム2枚目のセカンドアルバム、ベイビーズブレス2が発売されます。それから2月になりましたら横浜、東京、名古屋、大阪でライブもありますので、楽しみに。それでは、はい、大丈夫ですか。大丈夫は。はい、じゃあ行きましょう。ベイビーズブレスで3号ズダウンです。